ソミア破棄でムン大統領退陣でも、数万人集まる、ガネットで話題。内容はこちら。ジーソミア破棄で、ムン大統領退陣デモが行われたようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。韓国ソウルで、ムンジイン大統領の退陣を求める数万人規模の集会が開かれ、日本とのジーソミア破棄を批判する声が相次いだ。ジーソミア破棄は、韓日関係破綻を超え、韓米同盟を解体する高速道路だ。ソウル中心部で24日に行われた最大野党自由韓国党の集会には数万人が集まり、ムン大統領の退陣を求めた。登壇者からはジーソミア破棄について北朝鮮、中国、ロシアに近づく政権に命は任せられないなどと批判する声が相次いだ。ムン大統領の支持率は側近のスキャンダル発覚を背景に低下しており、ジーソミア破棄という決定が支持率にどう影響するのか注目されている。やはりジーソミア破棄は無謀だと感じる国民が多くいたということですね。韓国国民の今回のデモは正しいと思います。では次に、ネットユーザーの声の一部をご紹介いたします。まずはこちら。新日財産没収法発動ですぞ。全員粛清です。全員逮捕して思想強制上送りだな。確かにこれは、新日財ということになるのでしょうか。次はこちら。ムンジインを捨てるなんてとんでもない。頑張れムンジイン。世論に負けるな。ムン大統領頑張れ。国民に負けるな。日本のムンジェイン応援団もまだまだ健在のようですね。次はこちら。なぜかまだムンムンの支持率高いから大丈夫。そうですね、まだ一定の支持率があります。その支持率が朴槿恵政権の時のようにガタ落ちしない限り、ムン政権退陣はありえないでしょう。最後はこちら。今からやめても手遅れじゃないかね。本これですね。結論。韓国政府のジーソミア破棄という間違った選択により、北朝鮮ミサイル探知などですでに悪い影響が出てしまっています。今更破棄解除なんてやってしまえば、国としてのプライドが許さないでしょうし。完全に。ムンサンドをすんのこれ状態ですね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。